小学部3年次生の名藤優沙です。勉強生活を振り返って大事だなと思ったことが3つありまして、で1つ目がやっぱ計算力ですね。私挫折期が多かったんですけど、基礎期にコツコツ計算の反復練習してたんで、それが役立ちました。で2つ目が心の健康ですね。勉強期間は閉鎖的な環境に身を置くため、思考がネガティブや近視眼的になり、そのせいでテストで結果が出せない、スランプに陥ってしまうんで、スランプに陥ったなと思ったら心の健康大丈夫かなってチェックするのは大事だと思います。で3つ目が完璧主義にならないことです。たとえ会計士の勉強、受験勉強しても会計の分野を網羅できるわけじゃないんで、薄い記憶を積み重ねていくことでいつの間にか自分の知識になってるなって実感しました。自分の受験番号を見たときは涙流しました。本当に嬉しくて、やっぱ2年間しんどかったんで。同志社大学でたくさんの友人に恵まれました。さまざまな夢を持つ友人がいて、友人と対話していることで刺激となって、自分がこうなりたいなって目指すべき自分の将来像といいますか、そういうのが形成されていきました。一生付き合っていきたいなっていう。私の目指す会計士像は、観察力があり、賢明で芯の強い人です。